私自身の見つける行き先へ向かいたいと決めております。と意気込み。元桜坂46のハブミ穂が1日、フリーとして活動していくことを自身のインスタグラムで報告した。同日正午にはオフィシャルサイトも開設した。いつも応援してくださる皆さんへ新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。と新年の挨拶を投稿。続けて。 この度、私、ハブミズホはフリーとなって今後活動させていただくことになりました。あまりまだ日本では耳慣れない言葉ですが、エージェント契約制にて皆様のお力をお借りして活動してまいります。と所属事務所を離れ、フリーとなることを明かした。さらに、本日一分の一章後にオフィシャル HP を解説させていただきました。今後の活動につきましては HP 及び、 スタッフアカウントでも更新して参ります、と報告。また、本日 X のアカウントを開設いたしました、と発表した。そして、昨年は、大好きな皆様に囲まれ大好きな皆様と様々な感情を共有してを取りながら一つの坂を歩んできた幸せを再確認したそんな一年でした。たくさんの愛を胸にここからは、私自身の見つける行き先へ向かいたいと決めております。 これからも私ハブみずほの応援を何卒よろしくお願いいたします。皆様とたくさんの時間をつなぎ素敵な幸せあふれる一年となりますように、と思いを綴った。